私たちは時間の中で生きています。その時間は過去から現在、現在から未来へと流れていきます。時計の針を逆に回しても過ぎ去った過去に戻ることはできません。物理的な時間はただただ流れていくだけです。その一方で心理的な時間は現在を起点として過去や未来へと自由に移動することができます。過去の体験を思い出して嬉しくなったり悲しくなったり、未来を思い浮かべて胸を弾ませたり不安に感じたりします。私たちの心の中で時間は現在、過去、未来の間を行ったり来たりするのです。こうした心理的な時間の流れを研究する学問分野を時間的展望と言います。私たちは現在という時に生き、過去を振り返りながら未来に向かって人生を歩んでいます。時に過去から教訓を得て、それを現在に生かし未来を形作っていくのです。では今を生きる若者たちはどのような時間的展望を持っているのでしょうか。現代は先行きの見えない社会だと言われています。バブル崩壊後の長引く不況やリーマンショック、就職難、こうした時代を生きる若者たちの中では悩みや不安も大きくなり、未来に対する希望をついつい見失いがちとなります。特に大学生の場合、就職に対する不安感から学業よりも就職活動を最優先に考えてしまい、卒業後の未来のために今しかない学生生活を空洞化させてしまう傾向にあります。多くの悩みを抱えつつも充実した人生を送りたいと願う若者たちは、現代社会をどのように生き抜けばよいのでしょうか。中央大学文学部長鈴木学先生が発達心理学の視点から今を生きる若者たちへエールを送ります。心理学っていうのは、比較的若い学問なんですよね。1879年にドイツのライプチヒ大学というところでブントという研究者がいるんですけど、そのブントが心理学の実験室を作ったっていうのが一番最初なんですね。人間というのは生まれてから死ぬまで寿命があるわけです。人生があるわけですけれども、その、生まれてから死ぬまでの、様子について研究するっていうのが、発達心理学ということになるわけですね。人間を相手にするわけですから、言語であったり思考であったり、あるいは身体的なことを研究する人もいるし、親子関係だとか友人関係とか、そういったですね、人間関係について研究する人もいるわけで、発達の研究分野っていうのは非常に広いなというふうに思いますね。時間的展望とは心理学における学問分野の一つです。この研究の発端は1929年、アメリカのニューヨーク証券取引所で株価が大暴落し、世界的な恐慌が起こったことから始まりました。この時多くの人々が職を失うことになり、当時の若者たちは先行きの見えない事態に遭遇し、心理的なストレスを感じて自分の未来に対して絶望したのです。時間的展望はそのような若者たちが自分の未来をどのように思い描いていくのかといった心理状態を研究することから始まりました。1939年、アメリカの心理学者ローレンス・フランクが初めて時間的展望の概念を、心理学的未来や過去を現在の事態に関連づける過程であると定義し、その後ドイツの心理学者クルト・レヴィンが、ある一定の時点における個人の心理的過去と未来についての見解の相対であると定義しています。
その後1950年代に入ると時間的展望の構造や意味を明らかにしようとする多くの研究がなされるようになりました。それから現在に至るまで時間的展望の研究は世界のさまざまな国で行われてきました。それらの研究から年齢に伴う時間的展望の発達、人のパーソナリティの違いによる時間的展望の特徴、文化や社会状況が時間的展望に与える影響などが明らかになってきました。こうした研究成果は時間的展望研究ガイドブックにまとめられています。最近では国際時間的展望学会も開かれるようになり、時間的展望の研究はますます盛んになっています。これまでの時間的展望研究が明らかにしてきたように、人の生活空間は現在だけでなく過去や未来もその中に含まれています。個人の行動の意味を明らかにしようとすれば、現在と過去未来の相互作用の中で捉えることが必要なのです。このように時間的展望は人の行動を理解する上で大変重要な概念であると言えるでしょう。それでは日本の社会を生きる私たちはどのような時間的展望を持っているのでしょうか。それはどのような特徴があるのでしょうか。特に日本の社会だと1955年から73年の高度経済成長時代というのは、非常にこう明るい未来というのを、ね、展望することができた時代だったわけですね。今日よりも明日が良くなる、明日よりも明後日はどんどんもっと良くなるということが、みんなこう確信できるような時代だったわけです。ところがオイルショックがあって、その後バブルもありますけれども、特に1991年からですね、2001年の失われた10年というね、この時代というのは、社会の中で若者がですね、なかなか仕事を見出せなかったりとか、あるいは正規雇用が少なくなって非正規雇用が多くなったり、そういうこう時代になったわけですね。若い人たちが自分の未来というものに対して、また自分の人生に対してなかなかこうポジティブな考えを持てない、あるいは確信を持てないというね、そういった時代が続いたかなというふうに思います。そんなふうにしてその時々の時代の状況によって若者がどんなふうに未来を見るかというのは変わってくるわけですね。そういったことを時間的展望研究は検討してする、一つの、テーマとしているということなんです、現代社会は先行きが見通しにくいと言われています。就職活動をはじめ自分自身の生き方を模索する若者たちはこれからどのような行動が必要なのでしょうか。独立行政法人労働政策研究研修機構を訪ね、今を生きる若者たちの就職問題とキャリア形成について専門家にお話を伺いました。確かに若者に限らず、人々の就労環境であるとか、キャリア環境であるとか、大きく様変わりをしたことは事実です。よく指摘されるのは、情報化であったりグローバル化であったり、という大きな変化になります。でこれら変化に共通するのは、やはり、情報化もしくはグローバル化が進むことによって、先行きが見通しが立ちにくいという、大きく変化する、すぐに変化するスピードが速い、こうしたことがあって先行きを見通しにくいというのが、共通点としてあるかと思います。で先行きが見通しにくいので、当然、将来のことを考える若者たちも、不安に思ったりよくわからないなと思ったり、そうしたことはあるかと思います。やはり、将来のことをよく考える必要はあるのだと思います。以前であれば、例えば学校を卒業して会社に入って、で先輩に仕事を教わったり、しばらくすると少し偉くなったり、部下を持ったり、そういったキャリアルートというものが、企業の中でも組織の中でも明確であったので、あんまり考えなくてもそれに乗っていけばよかった面はあったと思います。しかし今はそうしたルートそのものが組織の中で崩れていることが多いので、自分自身でこういう働き方をしたいとか、こういう仕事をしたいとか、少しよく考える必要が以前に比べるとあるかと思います。
特に難しいのが、将来の見通しが聞きにくい世の中だからこそ持たなければいけないというある種の矛盾がありまして、分かりにくくなっているのに、環境が分かりにくくなっているのになおさらはっきりとしたビジョンを持たなきゃいけないという、こういう逆説といいますか、矛盾といいますか、そうしたことがありますので、その分、少し大変になっている面はあるかと思います。やはりそういう不安を払拭するためには、さまざまな経験をしたりとか、いろいろな考え方を学ぶ必要というのがあるかと思います。で、一つには、大学もしくは学校の外に出て、さまざまな人に会ってみるとか、さまざまな人と会話をしてみるとか、そうしたことが含まれるかと思います。でもう一つ考え方を広げる道としては、やはり学校での勉強を大事にする。で、特に体験をするとなると、インターンシップであるとか、職場体験であるとか、そうしたのがこのキャリア形成の分野では一つ有名な取り組みとしてあるかと思います。中央大学文学部続きゼミは発達心理学を学ぶためのゼミナールです。10年前から学校インターンシップを行い、近隣の小学校で学生たちが児童と接する機会を設けています。ゼミの取材にお邪魔した日は、学生の皆さんに半年間に及ぶ学校インターンシップの感想を述べていただきました。あ、でも最後はすごいなんか悲しくなっちゃって、ちょっと泣きそうになったんですけど、泣くのは違うなと思って我慢しましたやっぱり改めて小学校の先生すごいなって本当に思って、この中でも一人だけだよね、教職目指してるのね。そうですね。でも目指やろうという気になったって書いてあったけど、そうですね、改めてそう思いました、はい。仲良くなれたのか、なんか舐められ始めたのか、一番わかんないなっていう、でも最後僕も手紙をなんか単語カードみたいなやつみたいのでいっぱいもらって、僕もちょっと泣きそうになったんですけど、ここで泣くのは違うかな。逆にこのインターンがなかったら、私は子供と接する術を知らないまま大人になってたので、そう思うとすごいやっぱ4月頃の自分と今の自分だと全然もう何だろう、見方が違う、子供に対する見方が全然違うっていうのが本当に一番大きくあって、きっとその経験ってすごい役に、今後自分が親になった時とかにも立つと思うし、そういう意味では困難を乗り越えて成長したんじゃないかと思い子供と直に接して、その子供たちからいろんなことを、吸収する、子供たちの、活動やあるいは行動や、発言とかそういったものから学ぶって大きいと思うんですね。そちら実践の方なんですよね。ですので、うちのゼミの、モットーは片手に理論片手に実践というですね、大学の中での勉強だけじゃなくって現実生活における子どもたちの姿を、自分で理解しながら発達心理学を、多面的に学んでいくっていうのがうちのゼミの特徴なわけです。続きゼミの皆さんに伺いました。自分自身の未来をどのように考えていますか？未来はアバウトだと明るいかなっていうふうには考えてるんですけど、そんな細かくは考えてないです。将来あんまりちょっと具体的にあれはないんですけど、一応今は公務員に向けて勉強してるところです。なんか人に夢を与えられる人になりたいって思っています。いろんな人と触れ合って、いろんな経験をしてこれからも考えていきたいなと思っています。もし過去の自分に会えるとしたら何をアドバイスしますか？いろんなことに挑戦してほしいなって思います。もっと 本とかは読んどいた方がいいかなっていうのは、もう少し周りの人を頼ってもいいんだよってアドバイスしたいなと思います。やればできるとできるは違うので、ちゃんとしっかり勉強してください。小学生の頃の出来事がきっかけで今私は心理学を学んでて、だからその今学んだっていう知識をその頃の自分に言ってあげて、なんかその時の支えになってあげられるような言葉がかけられたらいいなって思います。大学受験が全てじゃないよっていうことを言いたいです。自分自身の未来のために何を心がけて行動していますか？今は
その院に進むための勉強や、先生たちに紹介していた場所、紹介していただいた場所でボランティア経験などを積んでいます。とりあえず子どもとか、大人とか、幅広い人たちと関わるようにしています。本当に地味なことをコツコツ積み上げていくことでしかおそらく今後切り開かれていかないと思いますので、本当にめげずに地道にやっていくということを心がけています。はい。NPO 法人言葉の泉教室は近年 LD と呼ばれる学習障害が疑われる子どもに教育的な支援をするための教室です。鈴木ゼミの杉浦彩花さんは言葉の泉教室でボランティア活動に参加し、小さな子どもと触れ合う機会を得ています。もともと千代大学の天野清教授が、在職の時に研究を重ねられたものを、天野先生が五体館と同時に、大学のそばの子育て支援施設の中に場所を借りして教室を作ったものなんですけど、小学校に入ってこう学習に困難な状況になるお子さんがたくさんいると思うんですね。いわゆる LD というふうに診断されるようなお子さん、私たちの場合は幼児期のうちにそういうお子さんをまあ見つけてあげて、小学校に入るまでの1年間でいろいろな特別な指導を行うことによって、みんなと同じようにスタート、小学校のスタートを切って、その後LD 状態にはならないように、 LD になるのを予防するという考え方で、発達診断の検査とその指導ですね、そういうことをやっています。基本は、読み書きと、あと読み書きと、あと語彙、ボキャブラリーの方、言語的なもの、表現するものとか語彙のものと、あとは数量、算数の基礎になるものですね、数の基礎になるもの、その、4本の柱になる感じのプログラム、それも全て天野先生が研究を重ねられて確立したものです。杉浦さんは私の印象としてはすごい自然な感じというか、自然に子どもと関われる学生さんだなという感じですね。その言葉の泉に行ってみて、なんか分かりやすく子どもたちに伝えることがすごい難しいなって思って、なんか自分では分かっているんですけれども、でも子どもたちは分かってないっていうことを自分が理解して、それを伝え、どうしたら分かってもらえるのかなっていうのをうまく伝えることが本当に難しいなっていうことが分かりました。子どもたちにとっては若いお兄さんお姉さん大好きなので、すっごい楽しそうですね。それは子どもたちにとってやっぱりお兄さんお姉さんっていう存在は、いいですよね。で、学生にとってはやっぱり生のやっぱり お子さんを見ないとわからないことたくさんあると思います。はい。本当に幼児期もう本当3歳と4歳は全然違うし、4歳と5歳も全然違うので、その時期のお子さんの成長とか発達、何ができて何ができないのか、こんなことができるとか、実際にやっぱり触れてみて感じるとか知るっていうことは大事だと思います。そういうことで直接関わることはかなり学生にとっては大事なことかなと思います。東京都健康長寿医療センター研究所は、都市部の高齢化が進む中、高齢者の健康と社会との関わりを研究するために1972年に開設された研究所です。研究所の鈴木博之先生は、高齢者と若者、高齢者と子どもといった世代間交流による社会の在り方を研究されています。これは平成25年に発表されたデータですけれども、若者が減って高齢者が増えていくっていうのが、いわゆる高齢化社会、高齢社会とか言われるような部分なんですけれども、1950年代当時はですね、1人の高齢者を12人とかで支えてたわけですね。それがどんどん減っていってですね、少し前には3人になってですけども、で今は2人ちょっとで1人を支える。でさらに進んでいってしまうとですね、もうおんぶするというような、1人が1人を支えなきゃいけないっていう、これが社会としてやっていけるのかと、この形がですね。でもこれ暗いようにばっかり見えるんですけれども、これに一つ転換させる発想があってですね、
0歳から14歳の若者を65歳以上の高齢者で面倒を見る、つまり、まあ、教育的な観点でいうとですね、一人の若者を育て上げるのに多くの力が割けるんではないかということで、このグラフをですね、新しい推計で14歳を65歳以上で支えるっていうような線を書いてみるとですね、ちょうど今まさに2015年がですね、これが逆転するような頃なんですね。子供が育つのに高齢者の力をで支えるということと、高齢者を支えるのに若者が支えるということのちょうどクロスする逆転する、ここでつまりこれまでの社会構造ではない新しい社会の在り方っていうのをできることが、この持続可能社会という、この時点で高齢者の在り方を変えて子供を育てるっていうような風に持っていくことができれば新しい社会を築けるんではないかと。実は絵本の読み聞かせボランティアを養成するというのをやってまして、高齢者に絵本の読み聞かせを小学校でやってもらう、絵本の読み聞かせによく参加する子はですね、図書館通いの回数が増えるっていうような、いわゆる活字離れであるとか、そういった本離れみたいなものの、まあ、予防に一つなるんではないかと、まあ、そういった形で世代間交流が重要だというのが、まあ、だんだん認識され始めてですね、で私たちが大きく関わっている世代間交流学会というのがあるんですけども、まあ、やっとこう世間的に、まあ、認められ始めたところでですね、で新しい取り組みとして、その、まあ、大学生と高齢者と、浴衣の着方を大学生に教えるっていうような、やっぱり触れ合う中でそれがどん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 こう、まあ、前向きにというか社会向けになっていくというかですね、社会やっぱりソーシャルスキルがすごくまあ身についてくる、でまず笑顔が増えてくる、で若者が笑うとですね、高齢者の側も、まあ、いわゆる役所の人に見せてないような笑顔も出てくる、でその笑顔が出てくると若者もまた笑うというような形で、まあ、非常にまずこの何て言うんですかね、人格の発達にはすごいいい影響があるのかなと。これはやっぱり一回の体験がすごく、まあ、変えるなと、本当に人生を変えてると思うんですけれども、何も体験しないまま就職するのってですね、やっぱりこういうところで人との触れ合いの中でですね、まあ、活躍するというか、生き生きと社会で活躍することの楽しさとかも学んで次につながってるんじゃないかなと。中央大学経済学部は2014年12月、インターンシップ開校20周年を記念してインターンシップサミット2014を開催しました。社会で活躍する卒業生によるパネルディスカッションや講演会、学生によるインターンシップ報告会が行われました。経済学部のインターンシップはですね、20年の歴史を持っておりまして、やはり最初は4期間37名から出発しましたが、今年度はですね、40期間182名の参加ということで、規模が相当拡大してきました。やはりこれはですね、中央大学経済学部のインターンシップがやっぱり発展的に成功してきたことかと思うんですね。でそれで改めて振り返ってみますと、やはりですね、実社会、実体験をするということなんですが、これはアルバイトとかなり違うと思うんですね。アルバイトの場合には、もちろん生活のためとかあると思うんですが、やはり計画性がないと、あるいは、いろんな意味でその何て言いますかね、経験したことについて何か後で反省するとかないと思うんですよね。ところがこのインターンシップというのは極めて計画的であり、そしてまた前もって周到に準備したものであり、そしてまた先生の指導を受け、でまたそれを踏まえて実社会でそれをやってくると、でさらにはそれをまた学校に持ち帰って、そして改めてその自分たちが学んだことを振り返って、一体どのような成果が得られたかという反省につなげるといいますか、で引いてはその大学の成果、学習あるいは勉強に改めてつなげるといいますかね、そのような意味で極めて効果的なものかなというふうに思っております。僕たち2週間のインターンシップに行ってきたんですけども、おびさんですとかおじさん、社員さんですね、ですとか、ゼミ生16名の、皆さんとの関わりということで、そういった出会いっていうところで、非常にかけがえのないものを出会えたかなと、獲得できたかなと思っております。いろいろな年代の方と話したといった点で、私は非常にこの2週間で成長できたと思います。今回の研修で学んだことを今後に生かしていきたいと思っています。以上です。学生のうちにしかできない経験や体験などをしていただければと思います。以上となります。本日はどうもありがとうございました。実際に経験するということの重要さを再認識してほしいなと思います。これだけ手軽に情報が手に入る時代なので、
ある意味みんなが同じ情報を知ってるとも言えるわけですね。そこで、まあ、どうやって自分らしさを出していくかというのは自分しかできない経験をいかに積んでいくかというところになります。なので何でもいいと思うので、とにかくいろんな経験を実際にしてみる、ただ、知識として知ってるんではなくて実際に経験するということが、まあ、一つ重要かなと。以前はやりたいことや目標、たった一つのやりたいことや目標を実現するように頑張るという考え方が優勢だったとすれば、今は、目標をその都度その都度、組み直したり立て直したり、作っては壊し作っては壊し、そうしていくのが、望ましいキャリア形成なんだと、そういうふうに考えられています。とにかくですね、まあ、何事にもチャレンジしてほしいと、自分がやりたいこと、あるいは頭に浮かんでること何でもいいからチャレンジしてほしいと。でチャレンジしてほしい、チャレンジするからにはですね、必ず、必ずしもうまくいかないケースも多いと思うんですね。そこが大切なんですね。つまり いろんな失敗体験を積んでほしいというのが実は私の本当の気持ちでありまして、失敗することから学ぶことがたくさんあると、まあ、そういうことなんですね。だから、まあできる限りチャレンジしてほしい。インターンシップというのは、まあ、そういう意味で非常にその重要なチャレンジの機会だよという、こういうふうなことをお伝えしたいですね。心理学の研究成果の中で、まあ、いろんなこう研究成果あるわけですけれども、まあ、自分に自信を持つってすごく重要なことなんですよね。で自分に自信を持っている人っていうのは、まあ、前を向いて歩いていけるわけです。じゃあどうしたらその自分に自信が持てるのか、それは周囲がそれを支えてあげるっていうことだと思うんですね。で小さい時からいやダメだダメだっていうふうに言われている若者たちっていうのは、それはなかなか自分に自信が持てない。そうじゃなくって、まあ、周囲がやはりその若者たちを応援してあげると、どれだけその応援団になれるかってことがとても重要かなと思います。で私はもうすでに、まあ、若者たちを応援する世代なわけですけれども、まあ、できる限りね、まあ、応援してあげたい、いいところを少しでももう引き出してあげたい、まあ、一緒に歩いていこうよと、まあ、そういうことがとても重要かな。だからやはり応援するっていうのは自分も一緒に歩いていくんだと、まあ、苦しいこともあるかもしれないし辛いこともあるかもしれないけど、でも今同じ時代を生きている人間として一緒に歩いていく、まあ、その中で未来っていうのは見えていくんじゃないかと思うんです、まあ、それが時間的展望ということの本質かなって思ってます。